皆さん、こんにちは。2024年の MLB ワールドシリーズで大谷翔平選手がフジテレビのインタビューを拒否したというニュースが話題になっています。この拒絶にはフジテレビの放送方針や日本プロ野球機構 NPB との関係悪化が背景にあるとされていますが、さらにそこには元木大輔さんの存在も絡んでいます。まずことの発端は2024年5月にフジテレビがワールドシリーズで大谷選手にインタビューを申し入れたところ、彼がそれを断ったという出来事でした。この時大谷選手は答えはノーだよと即答したとされ、理由としてはフジテレビ側の報道姿勢への不信感があったのではないかと推測されています。実際フジテレビはこの件によりドジャースから取材パスを凍結され、自局の番組で謝罪する事態に追い込まれました。そして問題はこれだけに止まりませんでした。大谷選手のインタビューを得られない中、フジテレビは日本シリーズの放送でも批判を浴びる行動をとってしまいます。10月26日日本シリーズ福岡ソフトバンクホークス対横浜 DeNA ベイスターズ開幕の日にフジテレビはワールドシリーズのダイジェスト版を再放送。 NPB はこの行為を問題視し、フジテレビの日本シリーズ取材パスを剥奪するという処分を下しました。フジテレビが視聴率重視でワールドシリーズの再放送を行ったことは一部の視聴者からの支持を得たものの、日本シリーズの価値を下げかねない行動として NPB にとっては容認しがたいものでした。プロ野球に多大な貢献をしてきた三井住友銀行が特別協賛を務める重要なイベントであることもあり、フジテレビのこうした態度は NPB との関係悪化をさらに加速させました。この一連の出来事は現在アメリカで戦う大谷選手にも影響を及ぼしているのかもしれません。昨年の WBC ではNPB の全面的なサポートを受けて侍ジャパンの中心選手として戦い抜いた大谷選手は優勝後、スタッフや関係者への感謝を述べており、 NPB との深い信頼関係が築かれていました。そのため NPB とフジテレビの関係悪化が伝わったことで、大谷選手自身もフジテレビのインタビューを拒絶する判断に至ったのではないかと見る声もあります。ここで元木大輔さんの存在も注目されます。元木さんは現在フジテレビの野球番組タマッチでの企画の一環としてワールドシリーズでの大谷選手を追いかけていたとされています。タマッチは中居正広さんが MC を務める人気野球バラエティ番組であり、大谷選手の出演が期待されていました。しかしフジテレビと大谷選手との関係が悪化した影響で、元木さんの取材活動も難航しているといいます。もしかすると大谷選手不在の状態で番組を進めなければならない可能性もあり、中居さんをはじめとする番組制作陣は今後の展開に不安を抱えているのではないでしょうか。さらにフジテレビが NPB との関係を無視してまでワールドシリーズ再放送を行う姿勢について、局内では視聴率が高かったことで正当化されているという話も聞こえてきます。ですが NPB にとっては日本シリーズという国内野球における最も重要な舞台が軽視されたと映り、ついにはフジテレビをプロ野球から追放するという話まで出ているといいます。これが現実になれば、フジテレビが NPB 主催のすべてのイベントから締め出される可能性もあり、日本のプロ野球中継において大きな損失を被るかもしれません。一方で、視聴者の中にはフジテレビの報道姿勢に批判的な声も多く、NPB や大谷選手に対するリスペクトが足りないとの指摘もあります。特に大谷選手は世界中から注目を集めるスター選手であり、その存在を軽んじるような姿勢はフジテレビにとって大きなダメージとなるでしょう。
フジテレビがこのまま視聴率を最優先する姿勢を貫くのか、それとも NPB や大谷選手との関係修復を図るのか、今後の動向に注目が集まっています。本日もご視聴いただきありがとうございました。この動画が良かったと思った方は、ぜひ高評価とチャンネル登録をお願いします。それでは、次回の動画でお会いしましょう。